どうもこんにちは。カニゴでございます。ということで、今日も市場にやってきております。いつもお魚くれる漁師さんが大物が入ったということで来ましたよ。今日は一体何だろうね。それじゃあちょっと漁師さんの船まで行きましょう。さてさて、何だろうな。またサメックとかかな。今日も活気があるな、市場。いいっす。いいっすか。ちょっと何があったんですか。何が、いいっすか、見せてもらって。さあ、なんだなんだ。やべえ、何これ。でけえ。なんじゃこの絵。これはね、手に負えんべえよ、これ。俺さすがに。そうなんですね。わお。すごいね。ちょっとね、大きくてクーラーボックス入れないから、ここである程度分解します。で、持って帰りたいと思います。さすがにね、こんだけ大きいのはうちのまな板でも乗りたいんで、今日ちょっと包丁忘れちゃったんでお借りしました。それではね、よいしょ。まずね、毎度のことながらここ、ヒレを落としていきます。出ましたね、このエイ特有のこの内臓、これが腸で、これが分かんない肝臓かなんかですね。こんなもんっすね。あとはもう入ってないね。そんな感じ。そしたらね、あのヒレを家に持ち帰って料理していきたいと思います。それじゃ家に行こう。ただいま、ということで本日の食材がこちら、干しエイっていうことでね。それではこちらをさばいていく。ありがとうございます。本日の食材、こちら。干しエイ。っていうことでね、いろんなエイさばいてきましたけど、干しエイ初めてですね。でね、干しエイの特徴はね、若干見えるかな?このね、点々が見えます?この点々点々点ってここ、これね。これがね、星のように見えるから干しエイって言うんじゃないかなって僕は勝手に思っております。エイもいろんな料理してきたなぁ。お刺身、フライ、天ぷら、唐揚げ、煮付け、いろいろやってきましたね。でもさ、あの代表的なやつ、まだやってなくないと思って。そうですよね、居酒屋の定番メニュー、エイヒレ、これだと思って。なので今日はこちらの干しエイを使ってエイヒレを作っていきたいなと思います。ちなみにもう一枚の方は変な魚おじさんにあげました。じゃあまずこちらさばいて皮と軟骨を除去していきます。こんなにたくさんエイヒレ作ってもね、食べれないので、ここだけ、この真ん中のセンターの分厚いところ、ここだけをエイヒレにしたいと思います。あとはご近所さんにあげます。こんなもん、これはご近所さん喜ぶぞ。でここにね、軟骨が入ってますんで、これを取っていきます。よいしょ。でこっち側も同様に下ろしていきます。はい、こんな感じ。そうしましたらね、まだ皮がついてますんで皮を剥いでいきます。柳包丁に持ち替えます。はい、これで綺麗に皮が取れました。で、こっち側も剥いでいきます。こっち側の方がね、肉厚ですね。
はい、こんな感じですね。はい、そうしましたらこちらを塩水処理していきます。軽く塩水で洗っていくってことですね。汚れ落としの意味も込めてこういう感じにね、塩水で洗っていきます。そしたら水気をしっかり取っていきます。はい、こんな感じですね。そしたら A ヒレっていうのはね、下味をつけて干す必要があるんですよ。ただ干すだけじゃ美味しくないんですよ。で、どういう風にね、下味をつければいいのかっていろいろ考えたんですけど、若干ね、こうみりん干しみたいな感じで味付けしていこうかなと思います。なので材料がこちら、酒、みりん、醤油ですね。お鍋に酒、本みりん、で火にかけてアルコールを飛ばします。はい、アルコールが飛びました。そしたらこちらにお醤油入れていきます。お醤油はこんなもんでいいです。あ、今日はね、こちらの甘露っていう甘口のお醤油を使ったんですけど、甘口のお醤油の方がね、いいんじゃないのかなって思います。なんとなく。そしたら先ほど作ったこちらのタレを、こういう風にして、粗熱を取っていきます。はい。ではね、指が突っ込めれるぐらいまで冷えました。そしたら僕はね、辛いのが好きなんで、ここに唐辛子の粉末。これもね、ちょっと多めに加えます。こんな感じね。そうしましたら、ジップロックに先ほど作ったタレを流し込みます。で、ここにエイヒレを入れていきます。で、できる限り空気を抜いてしっかり密封します。で、これで冷蔵庫で半日ほど漬け込んでいきます。はい、では半日経過しました。そしたらザルにあけて水気を取っていきます。うわー、なんかうまそう、この時点で。そうしましたら、こちらをこの野菜干し用のネットに入れて2日ほど天日干しします。はい、では干していきます。2日後に移動。はい、ということで1週間経過しました。さあどうなってるか。お、すげえ、いい感じにね、エイヒレだ。匂いはね、めっちゃいい匂いする。ここら辺すっごいいい匂いする。ほんとみりん干し独特の匂いですね。全く臭くない。うん、これうまそうな匂いするわ。で、エイヒレなんですけど、一度これを炙ります。で、僕買ってきたんですよ。見てください、これ。なんだろう、いろりみたいな、リサイクルショップで見つけて、うわ、これめっちゃいいと思って。ちなみにこれで500円でした。めっちゃいい買い物じゃない？ほんとここにね、固形燃料みたいなの入れて、で、こうやって網を置いて、もうなんか物を焼いたりだとか、まぶったりだとかするんですけども、まあ、固形燃料がないので、ここに、ね、1個2個炭をポンと置いて、で、そこでちょっとこう炙って、で、食べていこうかなと。おしゃれだ、それは。じゃあ炭を炊いていきましょう。はい、明るいところで見ると分かんないけど、暗いところで見るとほら、こういう感じにしっかりと炭が炊けました。そしたらこれを台の上に乗せて網もセットします。そしたらこちらのエイヒレを切って盛り付けていく。はい、じゃあ完成。いただきます。よっしゃ、食べていこう。
こっちが薄め、こっちが肉厚め。なんでこっちがね、エイヒレの先端部分のちょっと薄いところですね。こっちから焼いていきますか。べっ甲色っていうんですか。これをこの炭火の上に置いて、焼けるかな。でもね、すごい熱い、熱いぐらいの温度ですよ。焼けてきた、焼けてきた。柔らかくなってきましたね。ほら、丸まってきた。うわ、なんかすっごいいい匂いしてきた。なんかちょっと黒くなっちゃったけど。いただきます。あ、うまい。居酒屋のエイヒレとはまた別物ですね、これは。結構ね、思ったより柔らかいんですよ。で、味もしっかりついてるから、どん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 食べれちゃう。次、この肉厚の方を焼いて、この一味マヨネーズにつけて食べていきたいと思います。絶対うまいだろ、これは。はい、でも焼けました。いただきます。なんかね、さっきの部位と、匂いが全然違う。こっちの方がね、旨味が強い匂いがする。一味マヨに、ちょっとつけてと。いただきます。ちょ、待って、これめちゃくちゃうまい。びっくりした。完全にお酒のつまみ。これ日本酒でもビールでも焼酎でも何でもいけるやつだわ。これもっと作ればよかったなっていうぐらいの美味しさ。はい、ということで今日はこちらの自家製のエイヒレときましたら、お飲み物こちらでやっていきたいと思います。せーの、でん、銀色のやつ。最近このね、ワイングラスで飲むのほんとハマってます。はい、こちら9対1ですね。いただきます。うめぇ。関係ないけど、こういう炭を焚くとさ、バーベキューしたいなと思うよね。そしてゆっくり食べていくよ。ごちそうさまでした。ということで、今日はね、巨大なホシエイっていうエイを自分でさばいて一からエイヒレを作ってみましたけども、またエイヒレとは別の美味しいおつまみができましたね。でも意外にね、このカラッカラに乾くのに時間がかかりますね、あれは。だいたい干物っていうのは3日4日ぐらいで完成するんですけど、1週間かかっちゃいましたね。で、また梅雨時期なんでね、ジメジメしてるんで、コバエ対策が大変でしたわ。なんで干物作るときは、コバエがいない時期がいいかもしんない。もう今最悪の時期だった。ということで、今日はご視聴ありがとうございました。バイバイ。母ちゃんバイバイは？母ちゃんバイバイって。バイバイ。はい、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 行くよ。はい、行くよって言うな。行くよって言うな。